はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ビックル卵特急列車入浴剤です。レッド列車の形になってて、マスコットは全6種類、さらにマスコット同士で連結遊びも可能です。ラインナップはレッド、ブルー、グリーンとタンク、カーキャリア、ディーゼル。今回は連結するために2つ買ってきましたので、2つ一気に開封します。理想はレッド列車とディーゼルの2つです。では袋を切って、あ、なんかいい匂いがします。今回の香りは特急コーラの香り。はい、中にはレッド列車、もう一つも一緒。ではレッド列車とディーゼルを狙って、レッツビックラ卵ドン。シュワシュワいってますね。ではちょっと、あ、泡大丈夫ですかこれ。なんか泡立ちがいい。泡立ちがいい。じゃあこの待ってる間に列車なり遊びでもしましょうか。僕の手元にはシールドとかレッド列車が余ってるんですよね。おっと、へいへい、はい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 、危険ですよこれは。絶対真似しないように。はい、もうね、僕の周りが水でびちゃびちゃです。まだちょっと時間がかかりそうなので、今ちょっとこの近くにあったガブリチンチャーで恐竜ゴールド遊びをします。からの充電池セット、ガチャッと。いや、恐竜茶のガンクはやっぱり花がありますよね。そして終わりました。それでは1個目、はい、来ました、ディーゼル列車。クオリティ高っ。え、すごいですねこれ。でもう一個はこちらです。おー、タンク列車。こっちも細かい、すごいですね。シールじゃなくって塗装で綺麗に塗られてます、下側と上側。でもさっきのディーゼルの方が細かいですね。まさにビックラ卵。ちなみに特急コーラの香りはそんなにきつくないです。ほんのりコーラって感じですね。2個入れた割には強烈な匂いはしないです。はい、今回出た2つをデラックス版と比べるとこうなります。やっぱり塗装すごいですね。車輪はついてませんから転がし遊びはできないんですけど、裏側に連結パーツがありますから、ここを引っ掛ければこのように連結遊びができますね。まあでも転がせないですから、ただ繋がってる感じです。まあそれでも、おまけのマスコットで、このクオリティは十分ですね。はい、ということで、ビックラ卵特急列車入浴剤を紹介しました。いつも通り泡立ちがすごくって、かなり楽しめますし、マスコットもクオリティが高いですね。以上、ビックラ卵特急列車入浴剤の紹介でした。はい、チャンネル登録をすると、最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。